マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。よくダイエット中なんだけどどうしてもおやつが我慢できませんってお声をねいただきます。そしてねこれをこう食べたら太るって分かっているけどつい手が出るなんてことありませんか？私もこうついつい食べ過ぎちゃったっていうことがねあるのでよく分かります。そこでこの動画を見ることでダイエット中におすすめのおやつが分かります。もしあなたが痩せたいけどおやつも食べたいなってお考えであればぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、ダイエット中におすすめの痩せるおやつということでお伝えしていきます。はい、では今からこの流れでお伝えしていきますね。1、なぜダイエットにおすすめのおやつなんでしょうか。2、おすすめのおやつトップ3ということでお伝えしていきます。はい、では1つ目の項目ですね、なぜおすすめなのということで、今回おすすめしたいのはこちら、ドライフルーツになります。でおやつといってもいろいろあると思うんですけども、どうせ食べるならですね、やはり無添加のしかもドライフルーツがねとってもおすすめなんですよね。私もよくねいただきます。なぜかというと、その生のフルーツもいいんですけれども、ドライフルーツ要は乾燥したことによって栄養価がですねぐーっと凝縮されてすごくね高くなるんですね。なので結果栄養価が高いおやつということになりますから、満腹感、満足感が得られることになります。そしてちょっとね小腹が空いたっていう時ありません？こうなんかちょっと欲しいっていう時にあると思うんですよね。私もあります。でそんな時についつい例えばチョコレートとかその揚げ物ですよね、そういったものをつまんでしまうとやっぱり太ってしまうわけです。そんな時にこのドライフルーツがすごく役立ってくれますよってことになります。ではここから2つ目の項目、おすすめのおやつトップ3ということで、まず第3位からお伝えしていきますね。今回はですね、すべて私が大好きなお店カルディさんで選んできました。では第3位はこちらです。見えますでしょうか？オールナチュラルソフト&チューイーですね、ドライドパイナップルになります。でこちら裏、原材料名ですね。パイナップルのみでできてるんですよね。普通このパイナップルのそのドライフルーツってですね、結構着色料が入ってたりとか、余計なその酸化防止剤とかお砂糖とかね、こう添加物たっぷりなんですよね。でなかなか手が出なかったんですけども、今回こちらを見るとそのドライパイナップルということで、かっこ砂糖保存料不使用っていう、もうパイナップル本来の甘みのですねこのドライフルーツ見つけたので、もうすぐね買いました。で食べてみたらこれまたね美味しかったので、リピート買いでね今回お伝えしてるんですけども、ちょっと開けてみたいと思います。これね、原産国がねフィリピンなんですよね。フィリピンといえばっていう感じは出てきますよ。いいですか？あ、結構すいません固まってますね。よいしょ。あ、やっぱりパイナップルの香りがします。あ、じゃあいただきます。もう口の中がですね南国、おいしいです。こちら1袋あたり 40g 入ってまして、エネルギーが 130kcal ですね。でタンパク質が 1g 入ってますよ。でこちらですね、その完熟のパイナップルをこのドライフルーツにしてくれてるので、もうさらに甘みがすごいんですよ。ですからもうほんと先ほどちょっとお見せしました、1つこんなちっちゃいだけでもものすごく満足感があります。しかもすごくね、これ注意って書いて、そのガムみたいにこう噛み応えがすごくあるんですよね。でいつまでたってもなくなりませんから、よく噛むことで満腹感も得ることができます。ぜひこちら一緒ね召し上がってみてくださいね。で今お伝えしたパイナップル効果なんですけれども、どんなダイエット効果があるかと言いますと、なんとですね、脂肪の蓄積を抑えてくれたり、代謝をアップしてくれたり、でまた繊維質ですよね、食物繊維がたっぷり含まれていますから、お腹の大掃除、デトックス、しかもカリウムでむくみ改善もできてしまうっていうね、一石も何鳥もあるようなおすすめのおやつになります。では第2位はこちらです。はい、なぜこれですね、オールナチュラルソフト&チューイということで、ドライドマンゴーになっています。でこちらも先ほどと同じ
原産国は、ね、フィリピンから来てるんですけども、こういったマンゴーもですね、あのドライマンゴーもさっきと一緒です。余計な添加物いっぱい入ってるね、ドライフルーツがあまりにも多い中で、こちらはですね独自の製法によりソフトでジューシーに仕上げました。砂糖を保存料を使っていないのでマンゴー本来の味をお楽しみいただけます、ということで早速ね楽しみたいと思います。ちょっと開けてみましょうね。これもね1袋 40g 入ってまして、先ほどのとはちょっとカロリー低くなります。 125kcal、 タンパク質が 1g ですね。見えますでしょうか、これぐらい香りもいいです。いただきます。これすごくソフトです。あの普通ドライフルーツって硬いじゃないですか。先ほどのパイナップルね、これすごくセンスがあって硬いので、まあ、ガムみたいってお伝えしましたけど、これはね柔らかいけれどもやっぱり噛み応えはありますから、よくよく噛んで召し上がっていただきますとすごくね満腹感も得ることができます、ね、マンゴーもすごいのがね腸内環境を整えてくれますよ。食物繊維もいっぱいですし、なんといっても太るもと血糖値の急上昇を、ね、抑えてくれる効果もあります。コレステロール値を下げてくれたり、これもねまたむくみ改善効果もありますから、こういったお菓子をですね間食としてちょっと含むっていうのもねすごく効果があります。チョコレートや他のやつを食べるよりも絶対こちらの方がおすすめです。では第1位はこちらです。はい、カットドライフルーツイチジクになります。柔らかな甘みのイチジクの果肉がたっぷりということで、無添加無着色ってここにもね書いてあるんですけれども、一口サイズにカットされたプチプチ食感が癖になるトルコ産のイチジクです、ということで 100g 入ってます。でカロリーがですね 296kcal で、タンパク質が豊富 1.9g、 脂質が 2.7 ですね。で一口タイプということで、あのすごく、ね、食べやすかったです。ちょっとお見せしますね。このねトルコ産のジューシーなイチジク使用ということで、あの実は世界のイチジク市場でですね、なんと全体の 65% のシェアを持つこのトルコ産イチジクですよ。これね楽しみですね。日本でもね今からイチジク旬にねそろそろ近づくかなって思ってますけれども、大粒で皮が柔らかくて果肉たっぷり、濃厚な甘みとプチプチとした種の食感をおやつにということでね、召し上がってくださいね。じゃあ私もお酒いただきます。あ、かわいい、あの丸ごとのイチジクは大体、ね、多分半分にカットされてますね。一つのイチジクの半分カットのこれくらいの大きさです。いただきます。うん、いい香りです。よくイチジクのドライフルーツってこう硬くてね、うわなんかこれあんまり味がしないっていうのも当たったことあるんですけども、これはあの程よく柔らかいんだけれども噛み応えがあって、しかも本当このねプチプチ感がすごい、種のまだちょっと残ってますけどあのプチプチしてる、プチプチってすごくね、あのいいですね、食べ応えがあります。でこのイチジクの大豆効果もすごいんです。何がすごいってここ乳酸菌を増やすんですよ。腸内のもう痩せる菌が増えるってことです。これはねもう絶対いいですよね。で腸内環境が整って、お腹の大掃除デトックスできる食物繊維が豊富、そしてイチジクも太るもと血糖値の急上昇をなんと抑えてくれる効果がありますから、ちょっとね小腹空いたな、なんかつまみたいなっていう時に太りやすいようなものをつまむのではなくって、こういった今お伝えしましたこのドライフルーツですよね、もともとフルーツですからいいんですけれども、さらに乾燥したことで栄養価が高くなるっていう、このドライフルーツをぜひおやつにね取り入れていただけたらなと思います。
さあ、いかがだったでしょうか。今回のポイントはドライフルーツでしたね。乾燥していることで栄養価が高くなって、結果、少量でも満腹感を得ることができる、栄養も取れちゃうということでね、一石二鳥のおやつでした。今回の動画のお話は以上になります。このお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。